法案を提出した首相ウィリアム・グラッドストーン。人身財産保護方法、英語、プロテクション・オブ・パーソンズ・プロパティー・アクト、またはアイルランド強圧法は、イギリスの法律。アイルランド土地戦争への関与を疑われる人物を、裁判なしで拘禁できるようにした法律であり、アイルランド総督が布告を行うことで、アイルランド島のいかなる地域にも適用できるとされた。また、 拘禁された人物のリストは、イギリスの議会に提出されなければならなかった。ウィリアム・エドワード・ホースターの肖像画、ヘンリー・タンワース・ウェルズ作。1881年人身財産保護法は、連合王国期のアイルランドに適用された100以上の強圧法の一つである。首相ウィリアム・グラッドストンは1880年に首相に返り咲いたばかりだったが、この時は、 アイルランドの土地戦争による社会不安の最中だった。アイルランド担当大臣に就任したウィリアム・エドワード・フォースターはその対処として総動保障法案を庶民院に通過させたが貴族院では否決されたため、グラッドストーンは1881年1月24日に庶民院で強圧法案を提出した。アイルランド議会党は強圧法案に強く反対して、 議事妨害を勧告第二読解を41時間連続で妨害した。結局、庶民院議長のサーヘンリー・ブランドは、議会党所属議員の発言要求を無視して、採決を強行。さらにグラントストンが、議事規則の変更を推進して、討論集結動議を導入した。強圧法案が3月に正式に採下を受けた後、ザ・スペクテーター氏は、強圧法案が、 会員の時間を7週間と1日もの間完全に占拠した。その間の議論は名目上、女王演説に関する議論も含まれたが、その議論でも議題が変わることはなかったと評した。1881年人身財産保護法に基づき拘金された人物は953人に上った。拘金された人物の多くがアイルランド国民土地連盟で活躍しており、 この事実だけで人身財産保護法が要求した合理的な疑念を満たすとされた。1881年10月13日、アイルランド議会党党首チャールズ・スチュワート・パーネルが、ユナイテッド・アイルランドが見で1881年都地方を批判した角で人身財産保護法により拘禁された。パーネルの逮捕令状では彼を主犯として他人に、 時代支払いを控えるよう先導したとされた。その後、パーネルは、キルメーナム刑務所に拘禁された。パーネルが拘禁されてから一週間を見とないうちに、ユナイテッドアイルランドが無時代宣言を発表したため、土地連盟は解散に追い込まれたが、すぐにアイルランド国民連盟として帰り咲いた。アメリカ合衆国の市民権を有するアイルランド系、アメリカ人が、 人身財産保護法で公禁されたため、米国との間の外交問題が生じた。第4条に基づき、1881年、人身財産保護法は1882年9月30日に執行する予定だった。それに先立つ1882年2月には、無事大宣言に署名したトマス・セクストンが廃止法案を提出したが、第一度会で否決された。 一方、フォースターは、危機対処のため人身財産保護法を無期限に延長することを提案したが、他の大臣から反対され、政府はバーネルとの交渉に踏み切った。これにより、キルメーナム条約という合意がなされ、人身財産保護法を予定通りに執行させる代償として、ボイコットが中止された。その後、フォースターとアイルランド総督の第5代、 スペンサー伯爵ジョン・スペンサーは1882年5月に辞任した。人身財産保護法は執行した後、1894年、制定法整理法で正式に廃止された。ありがとうございます。